しいな。あ、山科さん、彼女欲しいんですか？それ欲しいでしょ。まあ、潤いが必要ですからね。なんだ、そんなにがっかりして。じゃあ山科さんのためにすごくおすすめのスポット知ってるんで、そこ行ってみますか。え？場所ラインチャンネル始まるよ。熊野大社でございます。って言ってますけど、三平さん。はい。何なんですか、ここ。これあれ、さっき山下さん言ってたじゃないですか、彼女欲しいって。いや、それはずっと欲しいですよ、はい、ここが有名な熊野大社ですよ。何かご縁結びでもあるんですか。そうですよ、ここ縁結び超有名なんですよ、ここ。本当ですか。じゃあここでね、あの、3匹のウサギを見つけるとこう恋愛が成就するって。3匹のウサギ、はい、もうすぐ簡単なんじゃないですか。じゃあ山下さんにぜひ探してほしいんでね。んなもんあっという間に見つけますよ。言いましたね。見ておいてください、じゃあぜひ探してください、はい、どれだけ欲求溜まってるか見てくださいよ。それでは熊野大社行ってみましょう。ちょっとすごくないですか、三平さん。これかわいいですね。ハートマークですよ、ハートマーク。キュン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 、甘い匂いがしてますよ。そうですね、これ山科さんの顔とミスマッチですよ。おいおいおい、そんなことはいいから行きましょう、行きましょう。もうかわいい。これは猫ちゃんだから。想像してたらものすごい大きいなと思って、歴史あるんですね、ここは。じゃあもう参拝していきましょう。はい、参拝です。三平さん、はい、うさぎがいるっていうのはこちらですか？そうですよ、ここの境内の、はい、どこかにさ、あのうさぎが3匹いますんで。どこかに行ってください。それではね、ウサギも探したところで、せっかくですからおみくじちょっと引いて帰ろうと思います。よしよしよし。見てください、これ。あら、大吉なんて書いてる。大吉いただきました。